松尾田瀬子松尾田瀬子明治27年6月10日は幕末期の尊能派女性史氏、島崎東村の夜明け前にも滑車されている。品野国稲郡山本村の河野地区村と三鶴の長女として生まれた。19歳で友の村の松尾淳祭に嫁いだ。夫婦仲はよく七人の子を育てながら、家業の傍らともに和歌や平手派国学などを学んだりしたが、 文久二年に、夫の許しを得て上洛し、尊能上位運動に参加、久下の白川や大原家に出入りするようになった。翌年、足利三代木造教主事件に関与したとして、長州藩の刑や式に逃れるが、密かに帰郷し、天中組や三戸天武党の稲地方における支援者として活動した。その間、幕府から追われる身であった、角田忠之、相良僧造。 長谷川鉄之進の神らをかくまった。慶応四年、明治元年には再度上落して、岩倉智美に仕え、子女の教育を引き受け、また新政府関係者との連絡調整役として活躍するが、翌年に新政府樹立を見届けた後は帰郷し、地元で農業や養蚕に勤そしめながら晩年を過ごした。また、旧地の品川矢次郎が、明治天皇巡航の具部先発として、 飯田に来た際には、飲料新農の墓所の事情を働きかけて実現させた。1903年に、聖護位を依存された。幕末の品の南部一帯では、文政年間に、元折のりなが門下の終わり藩士の植松茂武らが、古今集や、新古今集を講義に訪れ、国学系の和歌が封印し、飯田に滞在した、岩崎長代の家会などで、 平田厚影の国学が広く伝えられた。慶応三年には、山吹村に、国学の四、大人を祭る、本学霊社が建立された。その中で大勢子も、和歌や国学に傾倒し、その名が広く知られることとなった。大勢子の長男、松尾誠は、大内武士副総督、沢田目良の金字として従軍し、明治元年三月、 大阪から回路道の区国松島に入り、大宇各地を転戦、明治2年に帰郷した。三南の松尾ための部は稲谷を代表する国学者の北原稲尾と共に、中津川から東山道線放総督府に従軍し、関東各地を転戦して帰郷した。ありがとうございます。